え待って、1個やばいね、やばい、やばい、これ、これやばい、ちょっと待って、はいどうも、北の宇宙人フェルです。ハルくんです。今ですね、アメリカのロサンゼルスのスーパーに入ったら、うん、これ見てください。スクラッチ、あ、なんか宝くじかわかんないけど、1000万、10万、100万、1000万、10億100ドルで、100ドル分買って、まあ、アメリカンドリームを掴み取ろうじゃないかと。クソでかいなだったら永住してもいい。やっぱアメリカに来たからにはこうアメリカドリームをつかみ取らなきゃいけない。そうだね。アメリカで100ドル札使って宝くじ買ったらまさかの結果に。いやー結局大きいもの出ないで4枚だけ買ったっていうね。そうなんだよね。30ドル20ドル30ドル20ドル高いんだよね。1枚が普通さ300円で1枚とかじゃん。3000円だから皆さん見てください。俺がアメリカンドリームをつかむ男たちの顔です。パオパオ。こんにちは。見てくれた結構呼んでたなんか聞こえた気がした。いやなんかスクラッチ買いました。これ、これ30ドル30ドル20ドル当てようよ。なんか10億当たるらしいですよ。10億噂によるとやば。え、何しようかな。まあ、当たったって当たる前提なんだ。当たってるって当たったにしよう。たまたま文系さんを見かけて捕まえられた。いや仮にね、ずぶといこれ当たったらでかいよ。鍵つけてな。当たらんかったらどうしようかっていうぐらいのなるほど。そう、前提だから。前提やから。前提なの。おそらくこのウィニングナンバーとユアナンバーって分かれてて、ウィニングナンバー先にやって当たりの番号を出して、そこにその番号があるかっていうのをここで。ああね、はい、とりあえず数字、多分ここにあったら、まあ、幸せになれるという感じですね。そうですね。じゃあ2段ずついきます、とりあえず。あ、そうだね。じゃあ当たったらもうその人のもの。ええ。何で計算見つけたいな。僕損はせんからな。確かに。じゃあいきます。はい。はい、おお、ない。惜しい。なるほどね。そういうことね。結局。10万ね。うまいことないな。ええこれやばいだろよ。10万。えやばいやばいやばい。おびっくりした。10万かと思いました今。あ、確かに惜しいやつ。惜しい。うーすいすいすい。あーないか。あえーすー。じゃあ次文系さんの。はい。5ドル。これ当たらんでいいぞ。41。よかったよかったいないな。こんなとこで運使ったら、あ、私恥ずかしくてしゃあない。50か。50万。これやばいね。なーい。あ、10。細かいな。これすごいでかい。20ドルありますよ、まず。あ、じゃあ20ドル。じゃあ20ドル。あ、ちょっと、ほら、本気でやばいわ。今、汚い顔してた、今。え、そうかな。じゃあ、まあ一番安いとこいきますか。じゃあ20ドル。危ないなぁ。危ない、こんなん当たってても。さあ、いきます。開け、夢の扉。開け、夢の扉。あっ、え、ないわ。ないわ。え、なんかある気がしたわ、今。これなんか、よっ、ないね。あれ、1個まとんなかった。そんなこともあるんやな。20ドルかけてんのに。これさっきと多分基本的に変わんない。基本的に一緒だよね。今さらこの強くする。はい、いきます。マジか。あ、マジない。あ、一緒か。あ、でもあれじゃない。あ、高い。え、さっきより高い。ちょっとアベレージ高いね。高いんだ。大丈夫。うわうわ、これはやばいわ。夢見せてくれんな、これ。やばい。うわぁ、なんか来そうだな、こっち。あ、ないわ。あ、ない。おお、なんか惜しい数字。なんかちょっとドキドキする。同じぐらいですね。これ多分ね、当たったら外した。気づいてスッて持って帰る。やばいね、これやっぱり。何、10万、1000万、1000万きた。え待って、1個やばいね、やばい、やばい、これ、ええこれやばい。ちょっと待って、ちょっと待って。これ1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、10億です、これが。やばい。
この前これ1個で10億ってこと？いや、これがこれでしょ。やば、この10億かやろ。この数字1個で決まんの？やばいやばいやばい。これ残しとこうや、最後に。こっちの最後ね、これ最後に残しとこう。やっぱでも5億だ、これ5億きた。えやばいやばい、それでもそれなんだ。うわ、1個もう1個出てきた。マジで、もう1個。これ完全当たりカードや。10億、10億もう1個出てきた。やばい、ないもん、1つも10億。1億当たったらどうしよう。だって10、10でも完璧じゃん。そうだね。で、違う、20、0、0や。いやじゃあ2億あげる。いやいやいや、なんでそっちが上になってんの。その先方なんで上になってんの。ちっちゃいのこれとか。うわー、俺全滅でした。全滅？なんか最後のボーナスを残して全滅。金に目がないから。下だけ全部やってる。え？何か当たるよ。ああ、惜しい惜しい。でも5ドルやった。いらんわ。こっから何か当たったら確実に高額当選なわけですよ。そうね、10万以上しか残ってない。50万やばいでしょ普通に。あれ12って。わあ、な、違うわ。ないね。20ないんよね。あってことはやん、もう。あじゃあもう5億当てるってことや。いや、行くしかないんじゃん。一気に行ったらいいんじゃない。一気に行きますか。人思い。パッて行くわ。来た。え、結構ガチでうわーとか言うと思ったら結構マジなやつ。マジで欲しかったやつ。これ当たらんでいいぞ。これいらん、危ない、こんなん当たってても。でも5ドルやった、いらんわ。もう電話ありがとうございました。じゃあまた後で。いや待て待て、自分の分だとすぐそうやって。いやいや、動画だからこれ。いや最後まで引いてくれたら、じゃあ1億ぐらいあります。ああ、1億くらい。1億くらい、1億くらい、1億くらい、いくらでもいいと。この辺も当たりたくないね。うん、いやいや、これ当たったらもうこれないもんだって。そうでもね、50つ手が過ぎない。1000万、1000万、10億、10億すごっ。どうしよう、俺今ビル・ゲイツ濃すぎ、ギリギリやね、今20億、2000万ってこと。じゃあ、まずこの1000万、安い方ね。安い方、います。安い方、あー、惜しい。オッケーオッケーオッケー。安い方、じゃあもう一個安い方の1000万、いきます。安い。あー、ないな。はい、はい、はい、テレビユーヨンって書いてる。あ、これテレビユーヨンやばい。いきます。いきます。え、43って4。ナイス。びっくりした。ちょっと近しい数字残すのやめろよ、汚ねえな。ちょっと来たかと思った。来たら来たで大騒ぎですけど。多分騒げもしないんだ。むしろってみんな。いや、したか。ゼロ円じゃないですか、ゼロドル。やっぱ僕らで YouTuber ドリームを自ら掴み取るしかないっていうことじゃないですか。オチが難しい中、よくやってくれました。オチが難しい。汗が今すごい出てきた。